これでくたばるようだったら、それだけのガキだったということだ。なんでオル様がこんなことを。余ったれたことを抜かすようなら叩き直してやるぞ。ザコがいるようだな。せい。すぐに片付けて。その程度だったか。面倒をかけさせやがる。弱いままでは死ぬということを分からせてやる。うせほっ。力が出ないな。ザコがいるようだな。ザコがいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。チッチッチャッチャッチッチャッ。このごときでは俺は倒せんぞ。妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか。始末するしかないようだな。
ザコが手間を取らせやがって。さて、あの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。お腹すいた。お腹すいたよ。
あのクソガキ。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。チッ、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいかな。まったく世話の焼けるガキだ。一つでは足りんか。この辺りはもう探したか。これだけあれば十分だろう。Here we go. Gohan Rampage. Nando? サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。ボーン。
まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様じきじきに地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。でも、お肉なんてどうすればいいんだろう。魚だったら釣りすればいいけど。お母さんの肉まん食べたいな。Forget this guy's name. I'm not sure.ヤンジロベ、悟空のやつとは腐れ縁みてえなもんだないや。はピッコロに目つけられるとは、おみゃも大変だないや。いやな、俺もうブルマからよ。サン君の息子がさらわれて大変なのよ。助けてあげなさいよ。なんてガミガミ言われてまってよ。助けに来たってわけだぎゃ。でも迷ってまってな。全然おみやが見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、おみやさんラッキーだったなんや。うん、ここじゃ飯にも困るだがや。うん、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな。俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるってそういう。そりゃそうだ。おみやを連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういうわけだ。狩りのコツはちゃんと教えるでよ。狩りのコツはこんなもんだぎゃ。そんじゃ早速実践だぎゃ。おみやには言う通り狩りをしてきてもらうでよ。鹿は果物のなってる木の近くにおるでよ。八郎兵衛さん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。うわっ、すごい木だ。に見つからないように後ろから近づかないと。いや、はっ。あ、いや、はっ。いや、
でも生きていける。うん。帰っちゃうの？これでもよ。今神様のとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出したらさら一度戻らにゃならんの。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人。食べるものは早く帰り。サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。そんな奴が生き返ったわけではない。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。いつか分からんが、敵であれば倒すだけだ。おお、なんというパワーだ。ザコがいるようだな。手合わせするとなれば、俺の修行の成果を確かめるのにもちょうどよかろう。世界一武道会に出ていた奴らか。I forgot to
Piccolo used to be an old man. ザコがいるようだな。すぐに片付けてやる。このごときでは俺は倒せんぞ。ピッコロか。ふん、俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。ザコなりに鍛えてはいるようだな。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。いつか倒さねばならん相手だ。だったらそれが今でもいいだろう。Okay, yeah. ほう、貴様に俺が倒せるのか。俺は神様の下で修行をした。そういうことか。そしてその仕上げとして、つわものと戦い修行の成果を試すように言われ地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。 Alright, let's go, brother. 貴様は限界地武道会でソンと戦っていたな。どうした？俺の本気を引き出してみろ。多少はやるようだな。その程度か。これくらいにしておくか。思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、調子に。必ず貴様を倒してやるからな。やってみろ。 And he was still trying to this day. Oh, nice, our new Z fighter. What's up, Chiaotzu? Oh,
はい。やっ。の。ああ。貴様。おい。
Krillin, what is up? Oi! Ua, Piccolo! Kisama, なかなかの力をつけたようだな。ああ、神様のところで修行したから。そうだ、ちょっと修行の成果を試させてくれないか？その様子では、やる前から結果は見えているがな。仕方ないだろ。俺は一度魔族に殺されてるんだから。魔族は苦手なんだ。ふん、情けないやつめ。だったらその少年ごと叩き潰してやる。かかってこい。くそ、俺だって。そうか、貴様とは一度手合わせしたこともあったんだ。そうだ、昔、天下一武道会でな。また雑魚と呼ばれたいのかよ。俺を憎むなよ。なるほど。技、動き、そしてたくさはなかなかだぞ。俺だって、あれからも修行を続けてるんだ。貴様の力は大体分かった。少しはやるようになったか。おう。貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。そうすれば多少の戦力として期待してやる。くそ、見てろよ。俺だって悟空と同じ無敵。絶対もっと強くなってみせるぜ。凄まじい木の塊だ。Freaking Yamcha for the Turtle School Disciples. Piccolo.
Honestly, have no idea how to use the skill tree yet. ザコがいるようだな。すぐに片付けてやる。その程度だった。He's out here practicing his announcing skills. You take.
ピッコロ、俺の感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考え、ちょっと修行のせい。何し神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ。そういうことか。卒業試験に自分より強い相手とだが、今の俺ならあんただっていつまでも悟空に先を越されてば修行の成果を見せてやる。死んでも知らんぞ。貴様は俺を知っているようだな。当たり前だ。お前が悟空と戦った天下一武道会に俺だって出ていたんだからな。知らんな。なかなかやるじゃないか、ピッコロ。な、生きがい余裕はある。てぃまかんこうざっと。そうだ、思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。それも言うな。うっ、そうきた。うっ、自分の力不足を思い知るがいい。くそ、ここまでか。力の差を思い知ったようだな。Did you really think you stood a chance? おかしいな。こんなはずじゃ。バカめ、貴様が修行、俺様が遊んでいるとでも思っていたのか。少々強くなった程度で。言われてみりゃ、そりゃそうだな。ふん。命があるあたり、成果一から修行をやり直すんだな。いや、ちくしょう。見てろよ。俺だって。そろそろあのガキの様子を見に行くか。いい加減甘さが抜けているといいが。They finally got Piccolo too. これは凄まじい木の塊だ。昔は俺も互角だったんだがな。俺も悟空に比べたら全然ですよ。よし、久しぶりにオラと修行さ。遠慮しておも修行すれば。ほう。昔は俺も互角だ。俺も互角。よし。遠慮。Stick Piccolo here for now. In my
is good at nothing. Okay, there we go. That's something.嘘つきは地獄に送っちゃおうかな。それ以前にくたばっているかもしれんがな。おい、ヌゲヌゲ。 Yeah, I think Yajiro has the same voice actor as Luffy. Alright, let's fight Yajiro. おい。な、何？いいだろう。おい、あったりめだぎゃ。早く行かねばな。I'm pretty sure he just ran away from the world. What's that? Yotte!
actually has a pretty big key presence on it. Where the heck is Yashirobe go there? Ha!年輪を感じさせる巨大さだな。Professor Oak? Yo! Yo! Konnichiwa. Search for his key, but he is not around here. I'd definitely be able to see him by now.木を鍛えるには邪魔になるかもしれない。
ありがとうございます。がいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。その程度だったか。雑魚がいるようだな。こんにちは。ザコがいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。このごときでは俺は倒せんぞ。いいだろう。あったりめだぎゃ。
俺は自分を高めるのみだ。神のところになど用はない。目的地から離れすぎる。あそこか。なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。 Oh darn, I wanted to actually run on the snake. メイトラ、この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめえは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつ。違う車両サービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に電話。プ最高。お前何しにここに来た。ほら、とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ、頼むよ海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。え、オラがシャレをか。かいよかいよかいよ。そりゃ今わしが言ったやつじゃろ。やり直し。トンが吹っ飛んだ。
笑った。海王様が笑ったぞ。くそー、お前ただもんじゃないな。He would be the god community. That's dumb. Oh, alright. Forget it. 教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か。それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。師匠、That translation for that title screen was definitely not accurate. やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが。僕ここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ、覚えておけ。ピッコロ、お父さんが昔戦ったことがあるって言ってた、あのピッコロさん。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。よし、そうだ。木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。
準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。いいな。なんとか飛べるようになれたけど、ピッカーさんと手合わせか。ちょっと怖いな。僕でもなんとか勝てそう。ピッコロさんもっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ。ベベ。まずい。バンバ始めるぞ。さっさ。Yeah!
ち。I was Piccolo, now I'm Gohan. You play as like all the characters pretty much in this game. All the main characters anyway. この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。Who lays face down in the grass like that? クソったれが。Now I'm back to Goku. よし、いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃ。おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。余ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。かなけこの俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。わかってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べるときと寝るとき以外ずっと修行ばかり。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。 Doubt yourself so much, Gohan. そうだ、どうせならこのままうちに帰って。Maybe not yet. Gohan's going AWOL. Access the map.
guess I can just fast travel. That's nice.
like this. なれるかな。
よし、頑張ろう。I'm not supposed to go see Chi Chi. Fair though, Goku was straight up dead, so like he couldn't do a lot of parenting during this time. ね、やったー、お魚さんが釣れたぞ。じゃあやってみようかな。
Now I know where I'm supposed to go. こんにちは。それでは。
や。どうかね。Android facility. Expecting them to be three times my level. Aren't we all children of Piccolo? I don't think Piccolo actually has any children. Thank you.
Gohan. I only have green ones. I need to go gather some blue ones. There's so many green ones all over the place. Piccolo-san, 怒ってないかな?謝ったら許してくれるかな?Piccolo-san.Be green and you'd also be able to regenerate limbs at will. That would be pretty cool. Piccolo-san! Come on! Come on! What? Do you want to kill me? What? Do you want to be strong like me or Son Goku? Yes! 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 What? Do you want?それでサイヤ人と戦えると思っているのか。行きます、ピカルさん。そう、パッパン、ちょっと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 本気を出せ。死にたいのか。はい、いや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 、パッパン、パッパン、クリッパッパン、パッパン、孫悟空の力はもっと強かったのだ。ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。あ、
Yeah, Piccolo can just like materialize things. 何か文句でもあるのか? Like clothes and stuff. Fucking magic man over here. いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。Like, Kami could get switched out all the time. Idio! Shenron! All the time. Like, a few times during the course of the show, you remember. Oh, shit. We got the Dragon Balls. Time for Goku to come back. Hmm? 頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい。いろいろありがとう。He's embracing full Namekian now, though. そして、決戦の時は近づいた。 Here comes Vegeta and Nappa. Whoa, 140,000 experience for Goku. Nice. Balls. Ballsy. Yeah, those are the balls that they're talking about.Vegeta, and Nappa Cabbage. 激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。Boom. They just killed a solid. Probably like 500,000 people. とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれない。Earth 7 is, but... ん？見つけたぞ。That is vegetable. おーしなっぱ。遊びに行ってやろうぜ。 Two vegetables. Nappa cabbage and vegetable. ものすごい気が近づいてきてる。ピッコロさんに知らせなきゃ。いや、とうとう来たんだ。サイヤ人が。ピッコロさん。来る。奴らはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。
そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちに起こすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。Cybermen, I totally forgot about those. こいつら結構できそうだぜ。デジアン、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん。Yamcha. プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど。確かに似ているな。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ごはん、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ギェー Oh yeah.Spoiler alert, I think お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なっ See ya.
なんてやつだ、自爆しやがった。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。さて、どいつから片付けてやるかな。すごい、ヤブチさん。これほどまでとは。くしょう。わからん。ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。punched his arm off with a clean cut. He's gonna die. とどめだ。チャオズ。何をする気だ、チャオズ。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。チャオズ、仇は打ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに。寂しい思いはさせんぞ。コハ！ふう、脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空！早く来てくれ！悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通りドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。
貴様ら、孫悟空を舐めるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ、お父さんはきっと来るよ。面白い、奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。Oh, how kind. 3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ、つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。チキショウ、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。何をしてるんだよ悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん、残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。 When did Nappa lose his shirt? なんだ この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。本当だ。すごいけど懐かしい木。やつしかいない孫悟空だ。カカロットか。どれ。ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつだ。 He went into sexy mode. He lost his shorts too. そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールが。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと、この俺を笑わせやがって、このガキが。僕がやるんだ。ご飯がやんならこれだって。どうせお前らは皆殺しだ。チビの
しがすげえことやってくれるじゃねえか。お前もサイヤ人の血を引いているのか。少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうな。Thanks for the follow, though, my guy. Turn Gohan's loud ass voice down a little bit. Encounter, like, but I'm pretty sure they lose the fight before Goku shows up. Nice. Gohan versus Nappa. I took a ton of damage, both of those. You beat this game and you don't go buy any discs. I just got this on Steam, it was on sale for like 60% off. I like it so far, it's pretty awesome. I've always been a fan of Dragon Ball Z games, like Xenoverse and stuff like that. Classic Gohan. Screaming loudly.
and very shrill voice when he's a kid. Piccolo. Yes, Zitava. Goku. Long enough. Kamisama. 急ぐぞ捕まれ頼む DLC あの小僧ほ本当に海王様のもとから帰ってきよった DLC for sale It's a good game. I don't know what the post game is like or how much there is of it, but it seems like there's a lot to do here. Oh yeah, I don't mind, but there's no spoilers for me. Like, I'm caught up on Dragon Ball Super, so like... I know the whole story. What arc does it end at? I forget, I saw what the DLCs were, but I can't remember off the top of my head. Oh, ends after the Buu arc? I figured since it's Dragon Ball Z, it would end with the end of Dragon Ball Z. な、な
情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものが、ガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが映っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。チェ、殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。Where'd he go? Huh? What? Confused cabbage. キントン? お父さん。ピッコロ、天心眼、やめちゃう。Nappa makes you feel uncomfortable. それに神様ボック、なんだその面は。気に入らねえな。あっさり潰してやるぜ。Either needs pants or facial hair. てめえなんか、このナッパ様にかなうわけがない。待ってた割には転移したことねえな。ゲームでのエリート戦士だ。下級戦士に舐められてたまるか。I thought I was outside of that, but okay. What? Big Saiyan. もういい。降りてこいナッパ。俺が片付けてやる。Oh
geez, Vegeta's gonna fight me now. I don't know if I can handle it. 命令だから貴様はベジータに任せる。だが、俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった。海王拳。Finish him off, you idiot. Oh, he knocked him out. もう叩けねえはずだ。そいつを連れて、とっとと地球から消えろ。ベジータ。Oh yeah, Vegeta's gonna finish him off. 助けてくれ。何ぞ、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。Goodbye. なんてやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。Pretty much, yeah. あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ、悟空。どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え？みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら、生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけど、みんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空が、あいつに勝つことができたら。勝てたらか。そうだな。とにかく勝たなきゃ。なんとしても。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ、親友。ああ、ご飯。父ちゃんが生きて帰ったら、また釣りにでも行こうな。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。さあ、言っておくが、逃げても無駄だぞ。どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだ、クリリン。ベジータが勝って、後で聞かねえとな。よし、この辺りには人も動物もいねえだろう。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと、貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。We're gonna go fight in the desert. So we don't fuck up, 面白い冗談だ。天津飯 and Piccolo's bodies.And Yamcha. では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。Vegeta's too good.
のやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。わっよっリックホーわっよっわ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 っseconds. 喜ぶがいい。貴様のような卓球選手は超エリートに遊んでもらえるんだ。を倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるぞ。What the heck?
喜びがいい。どうしようか。ナッパのやつを倒したときはこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるさ。乗れギャリックホース。 Dodge to that shit。 うわっ。Yeah, game over. Damn, I don't even know if I can beat this bullshit, man. がいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。やるなおめえ。バカな。どうしたカカロット。そんな程度じゃないだろ。葉っぱの奴を倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。わかったよ、見せてやるさ。ギャリックホース。
喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだけど。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。なんてやつだ。バカだ。どうしたカカロット、そんな程度じゃないだろう。
こんなヤバい時だっちゅうのにワクワクしてきよった。笑ってやる。諦めて開き直ったな。Are so weak probably because I haven't leveled them in over a month. All of the characters are in this game. Oh, damn. Didn't even use宇宙の塵になれ。Wait, is that really what happened in the show? He just blasted him out of the stratosphere? Oh no, okay. He's back. He broke his shoulder blade though. Or his shoulder thing. Yamuoshi. No, you're Santa! Kakaroto! はじけてまざれ。Hey!
One big monk. He was way weaker than Giant Ape Form. Cleared. てるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。Get help, guys. 止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。ベジータ。Again, I feel like none of those title cards are accurate. We got Krillin. I don't care about Krillin. Double three. Yes, please.ものすげえ気が上がってる。お父さんの気が
じゃないですね。奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯と矢次郎兵衛は前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。ディストラクト。冗談じゃないわ。奴の気を引けって。奴は元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットもガキじゃないか。よし、キエンザン。そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。Yeah, he was. Way back in the day when Goku and Krillin were babies. He's still pretty strong for a demon. He just kind of gave up on training and prefers to eat stuff. Goku! 大丈夫か? 今の
に、クリリンに渡す。ほら、地球中から。あ、冷た。元気玉を。何？オラの手を握ってくれ。Human or a human? こうか。That's Kuar. Krillin spirit bomb. そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ！出た！これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。Make him think he's gonna be able to hit this. あんなに動かれちゃ、俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。Definitely cut his tail off, right? I thought he did that a long time ago. Maybe I was wrong, maybe he doesn't. After this event. Sworn Piccolo took it off, but I guess I was wrong. Oh.
Piccolo blew up the moon, but I thought he blew up the moon and then he was like, he needs either this tail or the moon. So I should get rid of his tail too, I don't know. I know he blew up the moon. I think I'm just thinking of when he did cut off Goku's tail though, I think. A long time ago, back in Dragon Ball days. この俺がまさか引き返すことになるとは。Great Vegeta. Brother, your whole planet is dead. You're just a mercenary for Frieza now. 逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。分かってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな。分かるが頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。Selfish、お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんでおくんだな。おい、さん、ヤムチャさんも俺たち以外はみんな やられて、ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。I mean, only because Goku gets stronger than him.泣かないで。Honestly, もしかすると、if Goku never surpassed him, he probably would have サイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。And Bulma after he settles down, そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。It's like, all right, Bulma, I just need you to invent space travel real quick. おっす、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。Yeah, Bulma ドラゴンボールも消えちまって、もう誰も生きてれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そのところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人、ずっと遊んでくれよな。It's true, she did hook up with the guy who murdered her ex-boyfriend, but also,
There's like over a dozen people that have killed Yamcha, so it's not really a big deal at this point. だな。わかっただ。それじゃあ頑張るだぞ。All right. This is a good place to stop for the night. The main story has settled down, and there's gonna be a lull. Intermissions are pure free. Yeah.There you go. Period of free time between the saga and the main story. Using collect items, train, create sub stories. $20 is $20. I love these little stories from Dragon Ball, the original Dragon Ball.I'm gonna pick this up again on Monday or Tuesday. Let's see, find somebody to raid real quick.Thanks for watching. Let's see who is live. No. Cool beans. Yeah, like I said, I'm gonna be playing this again for like the next week or so, probably, or however long it takes to beat it. Good night.Mountain, how's it going? I see these scratch marks. Where are you? You're probably doing some sneaky shit in the bushes. Those are cute emotes.I really need to make more emotes for my channel one of these days. What? I was like, why can I not move? That's hilarious. Casually body blocking me into killing her? Pretty good. The other chick leave or is she still over here? Still over here.
Poor Megs, dude. I'm sorry, I want these kills. Unfortunate. Bedtime? Alright, good night, Mountain. Thank you. I appreciate it. Yeah, I'll probably play a few more games and I'll go to sleep too. I have work tomorrow. Do I deep hit from that? Surprised they're not being super upset about the no-ed. I always expect people to say something about it in lobby. It makes people so mad.